What's up, guys? みんな元気ですか？今日も英会話元気でいこう！ Let's enjoy English conversation! では、今日の新しいスキット聞いてみよう！ Let's begin! Buy を買う。 I want some sweets.お菓子が欲しいよ。 If you are good, I'll buy some for you later. いい子にしてたら後で買ってあげる。 What did dad buy for you? お父さんは何を買ってくれたの？ He bought me a picture book. 図鑑を買ってくれたよ。ピクチャーブックのところに次の英語を入れて言ってみましょう。 Cell phone 携帯電話。 Dry cell 乾電池。Balloon 風船 Kite タコ Spoil ダメになるをダメにする Fruit spoils if kept too long 果物はあまり長く置くとダメになっちゃうんだよ You know a lot よく知っているわね Why did you stay home yesterday? 昨日どうして家にいたの The rainy weather spoiled my plans雨降りで計画が台無しになったんだもの。That's a shame. それは残念ね。Buy を買う。I want some sweets. お菓子が欲しいよ。If you are good, I'll buy some for you later. いい子にしてたら後で買ってあげる。What did dad buy for you? お父さんは何を買ってくれたの? He bought me a picture book. 図鑑を買ってくれたよ。ピクチャーブックのところに次の英語を入れて言ってみましょう。Cell phone 携帯電話 Dry cell 乾電池 Balloon 風船 Kite タコ Spoil ダメになるをダメにする Fruit spoils if kept too long 果物はあまり長く置くとダメになっちゃうんだよ You know a lot よく知っているわねWhy did you stay home yesterday? 昨日どうして家にいたの? The rainy weather spoiled my plans. 雨降りで計画が台無しになったんだもの。 That's a shame. それは残念ね。 さあ、リスニングはどうだったかな? それじゃあ、今日は buy、買うだ。 I want some sweets.If you're good, I'll buy some for you later. 後半は What did dad buy for you? He bought me a picture book. ね。どこのお父さんもお母さんもいい子にしていればなんか買ってくれるんだろうね。ネイティブの英語感覚。さあ、今日は仮定法だ。ちょっと難しいかな。学校の勉強でも仮定法のところに来ると嫌になっちゃうね。でも、これは実は簡単なんだ。
シンプルに言うと、基本は反事実。事実とは異なることを言うときに仮定法を使います。事実とは反対のこととか、起こる可能性が低いことを表すときに仮定法を使います。ね、今回の fruit spoils if kept too long も、そんなことはないと思うんだけど、あんまり長く置くと腐っちゃうかもね、みたいな感じですね。これは、やっぱり可能性が低いと思ってるので、そういう仮定法を使って表現をしています。ちょっと例文を付け加えてみましょうか。日本語にするとパーティーに来てくれたら楽しいよ、同じ訳になってしまうんですが、この二つの文章を比べてみてください。If you come to the party, you'll have a great time. 仮定法は If you came to the party, you'd have a great time. ね。後の方は多分来てくれないと思うんだけど、来てくれたら楽しいだろうなっていう可能性が低いと思ってんだけどっていう感じですね。同じパーティーに来てくれたらきっと楽しいよっていう表現でも、ネイティブにとっては、こういう使い分けをしています。OK? 次は、spoil、ダメになる。話。Fruit spoils if kept too long. You know a lot.後半は Why did you stay home yesterday? The rainy weather spoiled my plans. That's a shame. さあ、リズム行ってみよう。さあ、今日はもうこれで終わりだ。That's it for today. See you next time. うん、ジーバンでした。